ケンイチ、本屋さんから電話だぞ。本屋？はい、もしもし。夜分遅くに申し訳ありません。私、沖ノ宮書房の大石と申します。大石さん？すみませんね、親御さんが出られたので本屋さんということにしておきました。ちょっと待ってください。実はね、前原さんの話を聞いてほんのちょっぴりだけ調べさせてもらったんです。何をですか？竜宮レイナさんのことです。とてもつまらない話になります。前原さんがね、つまらないと感じたらおっしゃってください。終わりにします。聞かせてください。竜宮さんは昨年まで茨城の郊外にお住まいでした。レナが転校してきたことは知ってます。実はですね、調べてみたら竜宮さんは引っ越しの少し前に学校で謹慎処分を受けているんですよ。何でも学校中のガラスを割って回ったんだとか。レナが？自律神経失調症と診断され、神経科で投薬と医師によるカウンセリングも受けています。それでですね、カウンセリングをした医師のカルテに彼女の会話内容が記載されているんですが、その中に出てくるんですよ。結構。何がです？おやしろ様って言葉が。おやしろ様、ありがとう。何でもおやしろ様っていう幽霊みたいなものがですね、夜な夜なやってくるっていうんです。枕元に立って自分を見下ろすんだとか。なんで雛見沢に来る前のレナがおやしろ様なんて。そうそう、これは住民票で分かったんですが、竜宮一家はもともと雛見沢の人間です。彼女が小学校に上がるとき引っ越されたんです。レナが雛見沢の。前原さん、大丈夫ですか？終わりにしましょうか。ケイチ、ちょっとここを開けてくれ。すみません、父親が来ました。では今夜はこれで。また進展があり次第ご連絡します。失礼。ケイチ、早く開けてくれ。父さん、両手が塞がってるんだ。はあ？それどういうつもりだよ。はぐらかすなよ、ケイチ。だから何の話だよ。来てるんだろ、レナちゃん。レナ？来てないよ。ごまかさなくてもいいぞ。さっきレナちゃんが遊びに来てたじゃないか。父さん、見たの？ああ、圭一の部屋は階段を上がって奥だよって教えてあげたから。それっていつのこと？うん、電話があったちょっと後かな。圭一、圭一！レナは家に来た。親父に俺の部屋を聞いて。俺と大石さんの話を。